ミッチェル・スティーブン・ウィリアムスは、アメリカメジャーリーグで活躍した投手。左投げ左打アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンターナ出身。ニックネームは、ワイルド・シング。1986年にテキサス・レンジャーズで、メジャーデビュー。この年新人でいきなり80試合に登板し、新人の最多登板記録を更新。 1987年は85試合に登板し、108回に、3を投げて、脱三振129、吉市9 0 1 1988年は、クローザーも務め、16セーブを挙げる。1988年オフに、ラファエル・パルメーロラとの交換トレードで、シカゴ・カブスに移籍。1989年に、映画、メジャーリーグが封切られると、 投げ終わって三塁側に倒れ込むほどの力強いフォームから時速90マイルを楽に越す速球を投げるがコントロールが悪くまさにリッキー・ボーンのキャラクターそのもののようなウィリアムスを見たリグレーフィールドのオルガン奏者が映画の中でのリッキーの登場曲ワイルドシングを演奏したところこれがマッチし以後同名の愛称がウィリアムスにつけられることとなった後年 1993年以後は、背番号も映画の中のリッキーと同じ99に変更した。この1989年には、76試合に登板して4勝4敗36セーブの活躍で、チームのナリーグ東地区優勝に貢献する。また、オールスター出場も果たした。1991年には、フィラデルフィアフィリーズに移籍し、 この年は12勝5敗30セーブを挙げる。特に8月には8勝を挙げた。1992年も29セーブを挙げる。そして1993年には、自己最多の43セーブを挙げ、チームの地区優勝に貢献。アトランタブレーブスとのナリーグチャンピオンシップシリーズでは2勝、2セーブを挙げて4勝すべてに貢献して、チームをワールドシリーズに導く。 そして、トロントブルージェイズとのワールドシリーズが、野球人生をアンテにへと追い込むこととなってしまった。第2戦ではセーブを上げるが、ランダー戦となった第4戦で、フィリーズは、最大5点差をつけていたが8回に、ブルージェイズが猛攻。ウィリアムスも登板したが14対15と逆転を、許し、敗戦投手となった。フィラデルフィアのファンは、ブーイングだけでは収まらずに、 ウィリアムスに襲いかかった。なお、この試合の、両チーム合計29得点は、ワールドシリーズ記録である。さらにフィリーズの2勝3敗で迎えた第6戦。フィリーズは7回に、レニー・ダイクストラの3点ホームラン等で5点を奪って、6対5と逆転。そして、3勝3敗のタイに持ち込むべく、満を持たして九回に、ウィリアムスをマウンドへ送ったが、二走者を出して、 ジョー・カーターに投じた渾身のスライダーを逆転サヨナラ3ランホームランとされてしまった。ワールドシリーズがサヨナラホームランで幕を閉じるのは1960年以来33年ぶりとなった。さらに悪送球となった牽制球が一塁一種、ジョン・クルックの股間を直撃し、保護カップがウィリアムスの速球に役に立たず、それが原因でクルックが 生産癌となり、結果として、選手生命を短くするという事故もあり、これらの精神的なショックから立ち直ることができず、1994年は、ヒューストンアストロズに移籍して一生四対六セーブ、防御率7.65の散々な成績に終わる。1995年にカリフォルニア・エンゼルス、1年、置いて1997年にカンザスシティロイアルズで、プレーするが、 セーブすら上げることができず、1997年、限りで、現役引退した。通算192セーブは2011年に終了時点で、メジャー歴代46位。691回1、3を投げて660奪三振は9イニング平均8.59。支球も544あり、こちらは7.08。 2011年シーズン終了時点で通算セーブで、メジャー歴代50位以内に入っている投手で、9イニング、あたりの平均予死球が5以上という投手は他になく、最高でも、アーマンド・ベニテスの4.66。4.0以上も他に、グレッグ・オルソン、ランディ・マイヤーズ、フランシスコ・コルデロ、ブラッドリッチだけであり、ウィリアムスの荒れ玉、請求難が相当のものであったことは、 これだけで十分に説明がつく。ホイップは1.56で、通算セーブ歴代50決で最下位。ただし通算の被打率は、218で、この点ではほぼ同時期の活躍になるリー・スミス、デニス・エカーズリー、デイブリゲッティ、グレッグ・オルソン、ランディ・マイヤーズらよりも優れている。前室のジョー・カーターに HR を食らった試合の解説は、 星の戦一であったが、あまりの荒れ玉に、私なら、こんな投手は使わないと憤慨していた。その発言の後、HR を打たれてしまった。1993年7月2日のサンディエゴパドレス戦では、延長14回に投場にし、クローザーには、珍しいサヨナラヒットを打つ。この試合は、ダブルヘッダーの第2試合で、雨による中断もあったため、 1> 第1試合の試合開始から12時間以上に及ぶロングゲームで時刻は翌日未明4時40分。相手投手はトレバー・ホフマンであった。そもそも打席に立ったのもこのシーズン65試合に登板してこの一度だけであった。通算でもわずか16打席のみだがこのサヨナラヒットも含めて3安打。1989年にはホームランも打っている。 メジャーからの引退後、2001年に独立、リーグアトランティックシティサーフドッグスで現役復帰。2002年と2003年は同チームの監督を務める。現在はフィラデルフィアでラジオ番組のパーソナリティを務めるほか、フィリーズの試合の解説も務める。ありがとうございます。